またしても銀行破綻が起きてしまいました。こんにちは。米国経済解説経験 YouTube 最大のレバナス専門チャンネルのレバナス一本リーマンです。本日朝の速報として X でもポストしましたが、米国銀行がまた破綻し、政府機関である FDIC の管理下に置かれることになりました。このリパブリック銀行はニュージャージー州、ペンシルバニア州、ニューヨーク州と全米に数十店舗を展開しており、これらはリパブリック銀行としては閉鎖されることになりました。もちろん別の銀行が買収する形に ななりりまますが重要こことはそこではそでありませんおそらくこのような記事を見るともういくつも銀行破綻しすぎていてついていけないよとかもう銀行が破綻するくらい問題ないとか銀行規模が小さいから影響は限定的だという方がいらっしゃいますが本当の問題は現在米国市場にて信じられないことが起きておりマーケットが崩壊の危機に瀕しているということです米国経済がソフトランディングできるとかノーランディングになるとかもうそういうレベルではないんですもう frb でさえも 分かっているんですあとはもう時間の問題だということを財務省もホワイトハウスもセントラルバンカーたちでさえもなぜこのカオス的な事象が起きるのかを理解していますがもうすでにこれを止めることはできなくなってしまいました本日の物語の入り口は「米国経済の減速とインフレ急上昇でソフトランディングへの望みが断たれる」という本日発行されたばかりの記事から始まります「ソフトランディングへの望みが断たれることはまだいいにしても米国経済の減速とインフレ急 上昇は最悪のシナリオですいずれか一つであればまだなんとか対処しようがありますが経済不安とインフレという組み合わせは1970年代のスタグフレーションの再来で FRB もホワイトハウスも財務省も何よりも最も恐れていたシナリオなんですそしてこれが今後も続いた場合 FRB はたった一つのことしかできないんですそれは今後利上げをせざるを得ないということでつまりこれは経済をさらに崩壊しにいくということ ででですす単純にに崩壊るるるるだけではあありままませせんんインフレがが収何まま何度も何度もも米国マーケッットを完全にクラッシュさせる必要があるんですこれは米国の交換トップも FRB も政府も銀行も誰しもが起きてほしくなかった最悪の事態なんです。この最悪の事態に直面した米国は今後さらに身を切って自分自身の身を犠牲にしながらさらに多くの銀行が破綻し金融市場も崩壊しつまり信じられないほどの失業者を出しながらまた企業も もどんどん破産しながらインフレを抑制しに行かないといけないんですそれでもどこかで気づくことになりますどこかで今度は利上げなんてしている場合ではないことにそのジェットコースターがこれから始まるんです米国の経済成長率は前四半期ほぼ2年ぶりの低水準に落ち込んだ一方インフレ率は気持ち悪い水準にまで上昇したことでソフトランディングへの楽観的な期待は裏切られ力強い需要と物価安定化への道のりが遮断されてしまったこれは起きてはならない ことでした特に大統領選前の景気が完全復活して同時に物価も下落しないといけない局面にて最悪のことが起きてしまったんです。通常 GDP が減少するのであれば需要が消滅してインフレは下落する方向に動くんです。しかしながら GDP は減少しつつインフレは上昇するという一番起きてはならないことが起きてしまったんです。今回発表された統計では GDP は約1.6%増加しエコノミスト予想を下回ってしまった。経済の主な 成長原動力である個人資質は予想よりも遅い2.5%のペースで増加貿易赤字の拡大により2022年以降最大の成長減速が起きてしまったこれらのパズルを組み立てるとすべて理屈が通りますなぜインフレが下落するのかそれは賃金上昇率が下落しているからですこのチャンネルで何度も申し上げてきていますが現在の米国の消費者は高物価に対応できるほどの余裕がないんですこれは最終的に経済データに 反映されることになりますがそれが今回最初のデータとして出始めたんです注目されていた基調インフレ率が予想を上回って3.7%を上昇し四半期としては一年ぶりの加速となったと木曜日の BA の報告書が示したこの基調インフレの増加に関してはエネルギー価格高騰が大きな要素となっていますがこれは問題の一部でしかありませんなぜなら現在我々が直面している問題というのは消費者が高物価に対応できずに支出ができ なないいとととうことでここででれが近い将来米国経済にに壊滅的影響を与えることになるからです今の高物価の状況下で FRB は利下げをしたくはありませんが将来的にする必要性に迫られることになります FRB の存在意義は雇用の最大化と物価の安定化ですので今の高インフレを安定化することは必須要件となりますが問題はこれを本当に実現するためには米国経済を完全に解体する必要があるんです2023年の米国経済は 驚くほど堅調に終わったが、この数字が意味していることは2024年初旬においてその勢いが顕著に失速していることを示している。インフレの加速を受けて FRB の政策当局者らはすでに金利を20年ぶりの高水準に維持すると予想されている来週の FOMC 会合でも利下げをさらに遅らせ、そして借り入れコストが十分に高いかどうか検討するほどの事態に陥る可能性がある。まずこの2023年の米国経済が堅調だったという部分に関しては、当時 非常に大きな信用拡大が生じていましたつまり銀行が大量の融資をしたんですこの時はまだコロナショックの時にばらまかれたマネーが市場に残っていた時期で銀行は大量の融資をする余力があったため借金誘導型の金融システムにおいて最も美しい時期を過ごすことができましたしかしながらこの美しい時期にした大量の借金はその付けを支払うことも必要になりますこれは朝のライブでも解説していますが現在スワップ市場での利下げ時期見通しはもう今年の12月 になっていますしかしながら現実的にはもうすでに経済は失速を始めておりこれから何かとてつもないことが起きるんです。優長に12月まで利下げを待つなんてしている場合ではなくなりどこかで急激に利下げに迫られることになるんです。そのフェーズにて株式市場でも債券市場でも誰しも予想していなかったカオスが起きこの大混乱で FRB も銀行もパニックになってすぐに利下げをすることになります。このチャートをご覧ください。これは青が実時 gdp cpi で赤は消費者物価指数をどちらも左軸ににいいててて前年同月比表しています先ほど何と言ったか覚えていらっしゃいますでしょうか物価が急激に上昇するときというのは消費者の手持ちも急に上昇するわけでもなく支出は大きく下落することになるんです。だから赤の消費者物価指数 CPI が上昇すると青の GDP は下落するんです。1970年代もそれが顕著に現れており、1970年、75年、8 八十年と三回連続で物価が上昇するために、実 GDP は下落しました。これは、一九九十年の SL 危機も、二千年の IT バブル崩壊も、二千八年のリーマン・ショックでも起きていたんです。言うまでもなく、実 GDP 下落はリセッションへと続いていきます。グレーの領域はリセッションを表しますが、赤上昇の青下落の後で待ち受けているものは、リセッションになっていることが見て取れます。二千二十年のコロナ・ショックはパンデミックなので、例外となりましたが、基本的。 に過去のの大きな暴落がが発生すするるとは毎回ここパターンであることがわかりますそしてここまで現在何が起きているのかというとバブルに向かっているところで GDP も上がって物価が下がっていましたが今回の GDP 発表で起きたのは変極点に差し掛かってきたということですつまり GDP が下落して物価が上がり始めたということは過去の赤上昇の青下落のフェーズに入り始めているということですこの行き着く先はつまり赤の物価上昇が続いた後は急激に 需要がが消滅し企業利益が一気に急落することですこれは株式市場にとって危険なシグナルを発することになりますが今直面している問題はこれだけではありません米国経済の崩壊はまさにソフトランディング2期が望んでいたものだが同時に GDP の中のインフレ指数である PCE デフレーターは3.1%となったと BEA が報告したこのため GDP 成長率が予想を下回ったこと自体は全体の問題の一部であるこのの 3.1%という数字は予想の3.0%よりも高く、第4四半期の1.6%のほぼ2倍だ。さらに悪いことに、第1四半期の最も重要なコア PCE は2.0%から3.7%に急上昇し、3.4%という予想を吹き飛ばした。米国経済は現在ソフトランディングに失敗して、滑走路を行き過ぎてしまっているだけではなく、スタグフレーションの領域にまで突入してしまっている。これはゼロイチからの記事です がまさにこれが今後起きることになります多くの人にとってまた多くの新入社を始めた人にとってこれは絶望的な状況となりではレバナス一本リーマンさんはどうしているのと聞いてくる方々に申し上げているのは私のポートフォリオや保有している ETF 個別銘柄はメンバーシップ限定で公開しているので概要欄にリンクがありますのでそちらを見ていただければと思いますこのメンバーシップ限定では私の実際の証券口座をお見せしておりまた投資以外にも資産を増やす上で重要なマインドもお話しさせていただ いいいいいたただだててててまますすので興味がある方は加加入ししごご参加いただいてご参考にしていただければと思いますフィッチのエコノミストはこのようにコメントしている過熱するインフレ指標は真実の数値である成長がゆっくりと減速し続けてもインフレが再び間違った方向に強く加速すれば2024年の FRB の利下げ期待はますます手の届かないものになってくる本来であれば需要が消滅していく中ではインフレも追従して下落するはずですが現在はかなりイレギュラーな事態に 追いい込ままれていますそもそもインフレというのは需要と供給の関係ですので、先ほど申し上げたように需要に引っ張られるのが通常ですが、一方で供給にも影響があります。特にエネルギー市場はインフレに強力に影響しますので、エネルギー価格が高くなれば消費者は支出を抑制するんです。つまり今の状況は需要が消滅して経済成長が鈍化する中、エネルギー価格高騰によって物価も高くなるという最悪の状況の入り口に立たされているんです。しかしながらこのフィッチのエコノミー リストが唯一間違っているのはこの利下げ期待に関してで今年の利下げ確率が低下していると書かれていますが FRB は確実に利下げを実行してくることになりますしかも先ほど申し上げたように需要が一気に消滅することになるため金利に関してちょっとずつではなく大幅に利下げを実行せざるを得ない状況に追い込まれるんですその兆候が今回の銀行破綻なんですこの需要が消滅する理由は労働市場が悪化しているリストラも増加しますが何よりも賃金が 減少すするからですここに関しては後ほど見ていきますが、まずはその前にこのチャートをご覧ください。これは青が実 GDP で赤は物価指数の CPI で緑は平均時給×平均労働時間を掛け合わせた平均賃金上昇率で全て左軸で前年度月比にて表しています。ご覧いただいてわかる通り基本的に赤の物価が上昇して青の実 GDP が下落する時というのは賃金上昇率も下落していることがわかります。これが起きると最終的に急上昇していた赤のインフレは の消滅ににによって一気に急落すするることになるんです1970年代から20年間のスタグフレーションと1990年の SL 危機2000年の IT バブル崩壊2008年のリーマンショックも毎回赤上昇の青減少かつ緑も減少という構図が成立していましたがこの構図が確立した時毎回グレーの領域が示すリセッションが起きていましたそして何よりも今まさにそれと同じことが起きているんですこれは実 GDP だけではなくフィラルフィアレンギン 発表ののの景気指指数や S&P PMI グローバルのも全てて標が示していることなんですこれらは全て歴史的に毎回起きている崩壊という名のシナリオに沿って少しずつ少しずつ計画通り進んでいるんです今はこの計画に会議的な人たちもすぐに現実を目の当たりにすることでしょうテレビのコメンテーターもそこら辺の YouTuber も同じでこれまで暴落なんてありえない現在の米国経済は順調なんだと発信してきた人たち もそのうちもしくはすぐにもしかしたら暴落があるかもしれない。リセッションになるかもしれない。と、100%急に意見変更することになります。ここは100%約束します。皆さんがよく聞いている YouTuber でもよく聞いててください。必ず彼らももしかしたら暴落、リセッションが来るかもしれないと言ってくるはずです。このタイミングになってくると FRB でもバイデン政権でももう手に負えなくなってくるんです。そして FRB の利下げ準備も加速しますが、その頃に このの数値も上がってくくるはずですここチャートをご覧くださいこれは青が実 GDP で赤は物価指数 CPI でここまでは同じですが緑は今度は失業保険継続受給者数を右軸で対数表示にを表しています緑は単に現在失業している人の総数とご認識おき願います先ほども申し上げたとおり基本的にリセッション前というのは赤の物価も高騰し青の実 GDP は下落しますがある程度進むと急速に緑の失業者数が 急増すするることになるんですもうすでに失業者数が急増しているように見えますが、まだまだこんなもんではありません。なぜなら米国全体としては今の高騰するインフレを落とさないといけないフェーズに遅かれ早かれ進むことになるからです。ですので重要なことはこの労働市場が崩壊するのかどうか以前にこの労働市場がどれくらい持つのかということです。昨日の動画ではテスラが2万人ものリストラを実行する計画の記事を紹介しましたが、これはもう時間の問題なんです。テスラが 破綻するとかそういう話ではありませんがもう製造業の在庫が天高く積み上がり誰も商品を買ってくれない状況の中では現場で労働者を雇っておく必要はなくなるということですテスラ単体の個別の話をしているのではなく米国経済全体がこの雰囲気に飲まれようとしているんです次の物語は米国の家電需要が停滞する中ワールプールは1000人のリストラ実行という昨日発行された記事に移っていきます米国大統領制の年にこんな にもリストラの記事が大量発行されることと自体が望まましいここではありませんこれは大統領にとって望ましくないということではなく通常大統領制の年というのは現政権が大量のばらまきを実行するのであって特に今年のバイデン大統領はこれまでの政権以上にばらまいて本来であれば景気は過熱するくらい上向いてくれないといけないはずなのにこの状況下でもこんなにもリストラが増えているということですワールプールルプはオフフィススタッのの人員削減の第一 断を完了し、まもなく次のリストラフェーズに入る予定だ今年初め、人数は明らかにしてこなかったものの、リストラを実行していると発表した。ワールプールは2023年末時点、世界中で59,000人もの従業員を抱えている。会社の CFO は米国の需要低迷に言及し中古住宅販売に牽引される自由裁量権の側面はまだ事態の改善も恩恵も見られていないと述べた現在重荷を減らしているとも付け加えた。少しずつリストラの情報 方がが増え始めていますがまだますだだこんなものではありませんもうすでに去年からさまざまな企業がリストラしていると考えている方も多いかもしれませんがこれは今も加速的に増えていますし今後もさらに増え続けていくんですリストラの第1計画は終わったと思うかもしれませんが企業はまだまだ需要の崩壊が止まらないとして第2第3のリストラを実行していくんですそれでも失業者数が増えているイメージがないかもしれません今週政府から発表された失業保険新規申請件数は 20万人ほどでここ最近でひたすら横ばいになっている状況ですし失業保険継続受給者数も増えてきてはいますがそれでも絶対数としては180万人と歴史上そこまで高くはありません疑問に思うのはここまでリストラされているのになぜ失業者数が増えていないように見えるのかということですこのチャートをご覧くださいこれは緑が先ほどの失業保険新規申請件数で右軸でこう見ると増えていないように見えますが重要なことはこの茶色とピンクの線です のの線は民間企業のチャャレンジャー社が公表しているリストラされた人の総数を左軸で示しまた茶色の線はアルジャスメントアンリトライニングのオ i ィ g n o t i f i c a t i といって米国の労働法の一部で規定された再就職プログラムを受講している人の総数ですこの再就職プログラムでは大規模なリストラや事業閉鎖によって路頭に迷う人たちが急増しないように再就職をサポートされている人たちで最低限の報酬が与えられるため彼らは失業 業者とは見なされませんしかしながらこのピンク色と茶色の線の波形から見ると非常に多くの人たちが職を失ってこの数の総数は2021年1月つまりコロナショック直後とほぼ同等の水準にまで上昇していることがわかりますですので政府が発表する失業者の数はそこまで上昇していないように見えますが実際には非常に多くの人たちが失業していることがわかりますそれでも政府としてはどんな職業であれどんな低賃金でさえも経済は力 強く見えないといけないんです次の物語は米国の正社員の雇用の伸びはパンデミックの時に公共だった都市でも失速という昨日発行された記事に移っていきますこれは非常に危険なニュースとなりますが労働統計局 BLS が発表したデータによると米国全土でホワイトカラーの職種の人件費は3月時点で前年比0.6%増にとどまっており全体の雇用増加ペースの約3分の1に相当する高賃金労働者の賃金の伸びも ピークから大幅に鈍化しているここは非常に重要でこの賃金上昇率が物価上昇率に追いついていないと消費者が支出を続けることができずつまり需要が消滅していくことにつながるからですこうなっていくと企業は売上を落とし利益も減少しそうなってくると従業員を雇っておく必要がなくなるということになり最終的にリストラが実行されるんですホワイトカラーのの労働者に迫っててていいるる機は経済の先行指標として見られている臨時職員 数が大幅に後退しているることである経済状況が厳しくなると企業はフルタイムのポジションよりも先に簡単にパートタイムの解雇をする傾向がある2年前にこの分野がピークに達して以来これら雇用のうち42万人以上の職が消滅してきているつまり今労働者にあるのはパートタイムの労働者でこれらが急速に減少しているということは今後さらに労働市場が冷え込むということですここまでスタグフレーション的なリセッションになるということをお伝えしてきましたこれが株 公式市場に与える影響は利下げしにどうなっていくのでしょうか。確かにもう少しバブルが続くことになりますが、問題はその後です。このチャートをご覧ください。これは青が実 GDP で赤は消費者物価指数 CPI で、どちらも左軸で前年度月比。緑は今度は全米株ウィルシャー5000を右軸で表しています。見てお分かりいただけるように、基本的に赤急騰後の急落で、この1年の中で GDP が減速を見せた後、経済は崩壊しますので株価も減 減速することがわかります2000年の it バブル崩壊も2008年のリーマンショックも同じでしたそしてこの兆候が今週発表されたデータで現れてきており gdp が減速し物価が上振れしたことで緑の全米株は今後急落することになりますもちろんいつも申し上げているように今日明日でそれが起きるわけではありませんいつも申し上げているのは逆イールド解消までは株価の暴落は起きないということですしかしながら逆イールドが解消してしまえば今まで耐えてきたダムは一気に崩壊 全ての村が大津波にに飲み込まれるることになるんですその兆候としてプロローグでお話しした銀行破綻などがちらほら発生していくことになりますが逆イールド解消後の来たるべきタイミングにてこれら銀行は一気に破綻の連鎖に巻き込まれていくんですこの逆イールドに関してはまた別の動画にて解説していきます本日の動画はここまで。 今回の動画もちょっとでも良かったと思っていただいた方は高評価いただけると嬉しいです。また、まだチャンネル登録されていない方は、ぜひチャンネル登録および通知ボタンの設定をいただければ、米国株投資で重要な記事を速報レベルで毎日無料でご視聴いただけます。補足ですが、ちょっと複雑で理解できなかったという方、もしくは文章で理解を深めたいという方は、日々の動画の内容をノートの文章に落としています。興味があるという方は、概要欄のリンクからどうぞ。動画の最後にお知らせですが すする方法を解説します2000円を簡単に3分で入手できますがその方法は概要欄のリンクから小槌に無料の会員登録するだけですこれで2000円のアマゾンギフト券を入手できますめんどくさい電話などは一切かかってきませんちなみにこの小槌は不動産投資のクラウドファンディングというサービスで収益性の良い投資物件ってたい数億円とかしますがここではクラウドファンディングでみんなで投資して1万円から参加できるクラウドファンディングです無料の会員登録をしても興味 ががなければそのまま放置ででも結構ですがご自身のポートフォリオに数パーセントでも不動産投資枠を追加してみてはいかがでしょうかそしてたった3分の会員登録作業で2000円がもらえますのでぜひもらえるものはもらってください最後にエンディングですがエンディングではレバナス1本リーマンからの特別限定動画のプレゼントに関しての案内となります動画のタイトルとしては「米国株はガチ保するな大物投資家が衝撃の警告」という内容に関してです ましたが動画公開前に動画が削除されてしまいました。Google から衝撃的すぎて YouTube では公開できないと判断されたようです。真実である一方誰も報道していない内容についてです。米国株投資をしている人は必ず見ておかなければいけない内容を解説しています。是非とも真実を一人でも多くの人に知っていただきたいためこの動画を見逃さないようにしてください。この動画をご視聴いただくには YouTube では公開できないため Weeble 証券の口座解説をしていただき少額で結構。 でですので1回の取引をしていただければこの特別限定動画をプレゼントさせていただきます期限は4月30日までとなっていますなお今登録して初回入金するだけで全員に3000円がもらえます詳細は概要欄にあるリンクからご確認お願いします